キチャンネル月曜日です。総チェック、はい、こんにちは。ということで今日もよろしくお願いします。ということでね、まあ、昨日またあれですけども、佐々木の部活動廃止かどうかっていう問題で3時間後にすぐネットニュースになるっていう、そんなに影響力あります、佐々木ね。皆さんね、気をつけてくださいよ。ネットのニュースコピペこたつ記事、信用してたらやばいですよ。だいぶ端折られますからね。しかあとそれだけしか見ない人いるからね。あのまだこの問題も企画として YouTube で取り上げますけども、佐々木もね、落合さんとか YouTube のやつ切り抜きで出てますけども、あのそれだけ見て動画見に行かないもんね。なんか宣伝になるとか言うんですけどね、まだこれもまだあの後々そんな整合性ありませんよっていうところも動画にしますけど、あとですね、あの大谷翔平つけとけばいいと思ってるからね、まあ、俺が出したのは大谷翔平が出てこなかったって言ってないからね。そんなもうシニアとかボーイズとか分かってるからね。今後未来に大谷翔平クラスが部活廃止によってスポーツができなくなって現れなくなるっていう話、まあ、この動画をね見てくれてる人は分かると思いますけど、じゃあ俺佐々木朗希にしとけよかったね。佐々木朗希だって小学校も部活だし中学校も部活だもんね。佐々木朗希にしとけばよかったね。そしたらこんなの、しかもそれもネット記事しか見てない人たちから言うからね。ちなみにね、面白いデータあるのよ。軟式野球ね、あの今年 の12球団開幕の、中学校軟式公式、まあ、だから軟式っていうことはもう部活だよねっていうところで言うと、マー君公式、日本ハム、加藤隆、軟式、白浜中、ヤクルト大川、赤羽中軟式、広島大瀬良軟式、桜ヶ原、阪神青柳、軟式、生麦中、DeNA 石田軟式、二保中、中日岡沢ら、公式、湘南ボーイズ、西武高橋、軟式、利根中、オリックス山下、軟式、三宅中、オリックス、ソフトバンク大関、公式、上層ドリームボーイズ、ロッテ小島公式、行田信也、7人軟式なのよ今年の開幕日本人投手ね。でもっと面白いのがちょっと昔になるんだけども、2019年はなんとはね11人が開幕投手だったんだよね。ほんの4年前ね、全員軟式、大瀬良、ね、小川、菅野、相模原市新町中、今永、笠原、田和田、千賀、上沢、山岡、石川、岸、11人全員軟式です。開幕投手はね、部活がなかったらどうしよう、ひょっとしたらこんなから数人いなくなってたかもわかんないね。まあこんな話はいいんですよ。今日は総チェックです。はい、総チェック。さあ総チェックやってまいりましょう。まずはパ・リーグから、楽天対オリックス、11日、5対0で楽天で、12日が雨天中止で、13日0対1オリックスということで1勝1敗の5分という形になりましたけども、まあ、オリックスとしてはね、まあ、1勝1敗5分という形は優勝に向けては良、かったんじゃないでしょうかね。で11日ね、楽天、交通渋滞ね、事故渋滞発生で福岡から仙台にかけての、チームの荷物が到着遅れということで、試合開始が1時間45分後の19時45分試合開始になったっていうところでね、いやこれはまあファンの皆さんもでもね、その前に花火上げたりね、チームのね皆さんもいろんなことを工夫しながらねやれたっていうところは良かったし、まあその後もね雨が降ってきてこれでね試合中止にならなくて良かったなっていうところはありますけどもね、まあこれね、まあ客観的に考えるとホームのチームが荷物のね遅れで良かったなっていうね、まあ楽天はねこの福岡から仙台の移動ゲームっていうところで、でオリックスはね千葉から仙台の移動ゲームっていうところになりましたけども、これもしビジターだったら多分何度練習もできてないから多分試合中止になってない間違いなく。ホームっていうところで、まあ、予備のねユニフォームも球場にあるだろうし、まあ、道具もねその自分たちの主の道具、スパイクだったりバットだったり、グラブだったりっていうところの主の道具っていうのはないけども、予備のねバット、スパイク、シューズ、グラブ、ね、ミットとかもそうだしユニフォームもそうだし、あ、ね、その下着とかもそうだけども、予備はねメインの球場だからあったと思うんだよね。そこで、まあ、練習は最低限ね自分たちのメインの道具じゃないけどもサブの道具でやっぱホームグラウンドということで置いてある、ね、それでできたっていうところは非常にねこの試合に向けてはオリックスがね、まあ、オリックスなんか1時間半超えるとなんか相手チームの同意とかもいるとかっていう話があったから、まあ、そこら辺はオリックスの同意も得て試合開始にこぎつけて、まあ、よかったなっていうところはあるけども、これ本当ビジター、もしオリックスの荷物が遅れてたら間違いなく試合中止だったね。だってオリックス多分何もできないからね、ホテルからも出れないね、スーツ、まあ、もしスーツ移動だったらスーツのままじっといなきゃいけない、何の荷物もないから、だからこれはまあね不幸中の幸いだけど、
ホームチームのね、あの荷物が届かなかったっていうところで、まあ、試合ができたと思う。でその中で試合時間2時間37分グッド、これは良かったね。9時47分開始で2時間37分だから10時20分までには終わってんのか、10時17分まで。まあ最悪ちょっと長えな、延長いったなみたいな感じでね終わりだから、まあ省エネで良かったかなと。その中で岸がね、9回108球5安打6三振無四球無失点の完封グッドね。まあ、このアクシデントにね、負けず非常にね素晴らしいピッチング、まあ、多分岸はね本体と共に移動はしてきてないと思うからね、その前にもし福岡行っててもその前に帰ってきてたらしね、まあ、そこら辺 の、 あのアクシデントには見舞われなかったっていうところはね準備としては良かったんじゃないでしょうか、ね。でまあ、少ないねチャンス自体も少ないチャンスだったけど、そのチャンスにねしっかり1本打てたっていうところも大きいし、2回にね阿部のホームラングッバッティングあるじゃんね。で6回にはね、小深田フォアボールで小郷がタイムリーツーベースで浅村アウトになるけども、阿部がまだタイムリーヒットで鈴木大地の、ね、代打ツーランホームラン、これで少ないチャンスをものにして、他のチャンスあんまりなかったからね、こう少ないチャンスをものにしてしっかりね、5点取ったっていう。でオリックスは、ね、ちょっと打つ手なしっていうね、まあ、5安打あの3塁すら踏めずっていうところで、まあ、初回ね唯一チャンス、初回ちょっとバタバタしてる中で、ね、あの2アウト1、2塁、義母森がヒットを打ってね2アウト1、2のチャンスで頓宮が三振っていうところで、ここだけだね唯一ここで1本打ってね、まあ勝ってたかもわかんないけど、まあでもこれはね岸のグッピッチ、あと阿部ちゃんナイスバッティングでした、はい。続いてね12日中止、13日0対1でオリックスっていうところで、オリックスね隅一勝利、隅一勝利でございます。初回ねあの太田がライト前ヒットで、阿部が渡辺がね送りバントをしっかり決めて、でワンアウト2塁から長川レフト前ヒットで、ワンアウト1、3塁で森のね犠牲フライね。だから要は楽天はねタイムリー打たれることなく負けたっていうところもあるけども、オリックスがねしっかり少ないチャンスをものにしてこの犠牲フライ1点をね守り切ったっていうところで、まあ、先発ねあの外に、3回で交代っていうところになるけども、3回61球2安打2三振3四球無失点っていうところで、まあ、しっかり抑えたんだけど、まあ、中村監督曰くね、球数考えてもね、まあ、61球っていうところで5回は行きそうだったけども、1回から3回までのピッチングがスリーツーが多くてちょっとバタバタしてて点もなかなか取りきれないところで、こう最少失点で逃げ切らなきゃいけないなっていうところでね、まあ、ここは交代に踏み切ったっていうところで、このね中島監督の采配グッ采配、このね交代っていうところも非常に良かったしね。その後、宇田川、山岡、山崎、総一郎、そして平野とね、宇田川が2回、山岡2回で、山崎、総一郎1回の平野1回っていうところでね、しっかり投げ切って4回以降でねなんと三振11というね、素晴らしい、リリーフ投手陣のピッチング、リリーフピッチングしっかり投げ切ったっていうところが大きかったかなと。まあ、楽天はね、まあ、先発ね、則本7回3分の1、105球、6安打3三振、無四球1失点とめちゃくちゃ踏ん張ったんだけど、まあ、攻撃で言えばね2回、3回、5回1本出ずっていうところでね、こう2回、ワンアウト1塁のチャンスでフランク463ダブルプレーっていうね、3回も、2四球でワンアウト2アウト 1、2塁でここでね、小郷が三振というところで、ここでね1本出てればね状況は大きく変わったかなと。でね、ピッチャーね外にから変わって宇田川の時に5回、先頭フランコ内野安打、辰巳アウトになるけども太田フォアボールとワンアウト1塁のチャンス作りながらね、下位打線にチャンス作ったけども1番村林三振で、2番小深田三振というところで1本です。で、4回6回以外はねそのあとも全部ねランナー出してんだけども、まあ、連打続かずっていうところで、まあね、1対0オリックスのねリーフ投手になんとかねランナー出しながらも踏ん張ったかなっていうところで戦いでしたね。まあ、結果ね1勝1敗の5分っていう形でしたけど、楽天はねこう上に行くにつれてね、まあ、1勝1敗5分、まあ、最低限っていうところかなっていうところもあるけどもね、オリックスもねこの1勝1敗の5分っていうところは本当に優勝に向けてね、いい形の、カード、引き分けになったんじゃないでしょうか。続いてソフトバンク対日本ハム、11日7対4でソフトバンク、12日0対9で日本ハム、13日3対5で日本ハム、日本ハムの2勝1敗で勝ち越しというところになりましたけども、ソフトバンク上をね追い上げるためにもこのね今最下位日本ハムに負け越しは非常に痛いっていうねところになりましたけども、11日ね、7対4でソフトバンク、日本ハム先発上沢ね6回110球13安打4三振、無四球4失点と、まあ、高めストレートからの変化球っていうところがねちょっと効かず対応されたなっていうね。でソフトバンク先発石川5回100球6安打6三振、1四球3失点と、まあ、投球自体ね腕の振りは前回とともにね非常に縦振りでよくあったかなっていうね、そんな悪くなかったかなと思いますけどもね、ここは5回2アウトから2失点、これがちょっとねあの痛かったかなと。まあ、結局ね試合としては勝ったんだけど、日本ハムはね、初回
ツーアウト一塁からね、万波がレフトで先制タイムリーヒットっていうところでいい形にね、先制点上げるけども、1回の裏にね、先導した三森がライトスタンドでホームラン、三森グバッティ、これ大きかったね、すごい追いついたっていうね。で2回の裏にもリチャードレフト前、中村内野安打、今宮ライト前ヒットと3者連続ヒットでノーアウト満塁、甲斐がタイムリーヒット、三森がタイムリーヒットで5者連続で2点取りながら、なおもノーアウト満塁から牧原三振、柳田レフトフライ、近藤セカンドゴロとね、ここでもう1点取ってたらもっと楽な展開だったけど、ここでね、この5連打で2点はね、しかもノーアウトからちょっときつい攻撃だったね。で4回の裏ね、ツーアウトから牧原柳田連続ヒットで近藤タイムリーツーベースで1点、ここのツーアウトからはいいんだけどね、このねちょっと噛み合わせがちょっと悪いよね。で、4対1で、このまま逃げ切りかなっていうところで5回の表にね、ツーアウト1塁からマルティネスがねタイムリーツーベースで2点で1点差になって、7回表にツーアウト満塁からまたもマルティネスのね内野ゴロの間に1点取るっていうところで同点。俺このままねひょっとしたら日本はもう逆転するのかっていうところで、3回の裏ねワンアウトから甲斐がフォアボール、ここでねダイソーシュートね、でここでシュートが盗塁ね、まあ、ここピッチダウトしてねマルチェスポロンチョしたけども、あれ取ってても多分セーフっぽかったね、タイミング的には。でメモリがセンターでタイムリースリーベースで、ワンアウト三塁から牧原の時にあのスクイーズ警戒してピッチダウトして、マルチェスが後逸バッと2回捕球ミスしてるからね、これ記録残ってるのは1回だけど2回捕球ミスしてるから、で結局7対4ね、ソフトバンクが勝ち越しっていうところで、まあこの 8回ねダイソーシュートがやっぱり生きる、こういったところの飛び道具があるっていうところはね非常にチームとしてはね大きいありがたいところでしたね。で12日0対9で日本ハムというところで、日本ハムソフトバンク先発高橋ね、高橋で5回81球10安打、三振0四球0 6失点、まあ、日本ハムね木曜日に与沢をねと対戦して攻略してるっていうところでね、高橋にとってはちょっとこのタイミング不運だったからっていうね、あんまり違和感なくね日本ハム打線を対応できたかなと。で1回から3回までねランナー出すもねなんとかねして0点に抑えてた中でも、まあ、4回5回ね3発に沈むっていうところでまあねあの結果6失点、まあ、このね打たれて10安打してる中フォアボール1個も出せなかったっていうところはちょっと良かったかなっていうところもあるけどもね、まあ、その中でね4回、清宮ライト前で万波がね、センターでツーランホームランで5回、伏見郡司が連続ヒットで矢沢アウトになるけどもマルチネスの、ね、内野ゴロの間に1点、あじゃあライトゴロの間に、ね、1点というところで、まあ、ファーストランナーが、ね、セカンド行くのが遅れてセカンドアウトになってこれライトゴロ、まあ、結果ライト前ヒットなんだけどね、こういうの痛いよね、まあ、でも難しい判断だった。で2アウト1塁になってから、清宮のツーランホームランで万波がレフトスタンドでホームランというね、清宮さんが打ったんで自分もホームラン狙ってましたって言って、2打席連続ホームラン打てる万波グッズ大好き。で、日本ハム先発伊藤ね、7回108球6安打6三振無四球1セットボール無失点と、まあ、2、3回ねピンチもあったけどダブルプレーでしのいだっていうところでね、まあ、その後大量援護でしっかり逃げ切るっていうところで大きかった。でソフトバンクとしてはこのねあの2回3回ねワンアウト1塁で今宮543ダブルプレーで3回、ワンアウト1塁柳田643ダブルプレー、ここで1点でもどっちかでね連打で取っておけばね状況は大きく変わったし高橋のピッチングも変わったかなっていうところもあるけども、この 2回3回のねこの攻守、日本ハムの守備そしてソフトバンクの攻撃、ここで1点を奪えなかったことがソフトバンクとしてはこの敗戦にとって結果ね0対9っていう大差になったけども、この大きなねあのキーポイントになったんじゃないでしょうか。で3回にまたマルティネスタイムリー、清宮タイムリー、そして江越がタイムリーっていうところでね3点取って結果ね9対0完封シャットアウト勝利でした。で13日3対5でね日本ハムの勝利っていうところになりますけど、日本ハムはね3回表ここね先制するんだけども、ツーアウトから松本がフォアボールで出てでねマルティネスの打席で松本通りめちゃくちゃスタートよかったね、回もめちゃくちゃいい送球したけども、やっぱあのスタート切られたらやっぱそれアウトにするのはねなかなか難しい。でその後マルティネスがねライトでツーランホームランっていうところで、この松本がね足で、いろいろね、ツーアウトかなっていうところでも非常にね大きかったんじゃないでしょうか。で5回にもね、先頭奈良がツーベースで伏見がね送りバントを決めてワンアウト三塁から郡司がフォアボールで松本がレフトへねタイムリーヒットでマルチネスフォアボールでワンアウト満塁から清宮の犠牲フライっていうところでね、もう着実にしっかりね点を取っていく、しかもねこの5回を下位打線ね、8番奈良から始まっての、5番万波までっていうところで下位打線でしっかりね2点取って4対0と大きくね広げたっていうところは打撃の巡り的にも非常にね、グッと良かったかと思います。ソフトバンクはね6回近藤のツーランホームランで7回増田のねレフトへタイムリーヒットっていうところで1点差まで追い上げるけども、この8回の野村のホームランが痛い、ね、この松本ね金曜日に3者連続三振で8回の男シューベーというところで、ね、一気に評価上がるかっていうところでこの野村へのホームラン痛い、野村グッバッティ、この1点がね
結果的には5対3、ね、大きなダメ押し点となってね、日本ハムの勝ち越しに大きく、ね、貢献した一本になったんじゃないでしょうか。まあ、逆にね、松本はこういうとこもね、しっかり抑えてて、しかももうね、ソフトバンクも負けられないからね、負けられないから、もうどんどんね、出してくるからね、いいピッチャー負けててもね、そういったところではね、松本のピッチング、その後オスナもね、投げてきたからね、この、まあ、オスナがね、もう投げてきてね、なんとか逆転したいっていうね、こう巻き越すわけにはいかないっていうね、この藤本監督のなんか思いっていうところがね、これ負けてても松本オスナを出してくる、まあこれ月曜日がね、試合ないっていうところもあるけどもね、そういったところでこのね、まあ負けたけども、この8回の1失点は非常にね、大きな1点になりましたかね。まあ結果ね、2勝1敗で日本ハムの勝ち越しっていうところになりましたね。続いてロッテ対西武、11日2対8で西武、12日3対2でロッテ、そして13日3対2でロッテというところでロッテの、ね、2勝1敗の勝ち越しというところになりましたけども、まあ、このロッテの、ね、勝ち越しは大きいというところでね、まあ、よっぽどのことがない限り3位には、ね、落ちないでしょうとその時は思ってますけどもね、そういった意味ではこういった、ね、下位チームとの戦いで勝ち越したのはロッテにとっては非常に大きい、西武としてはミラクル A クラス入り残るためにはこういったロッテとの試合で負け越してたらね痛いっていうね、まあその中で11日2対8で西武っていう中でロッテミス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 、それは負けるよっていうね試合展開、ロッテ先発菊池ね初先発っていうところで4回84球7安打3失点0、3四球4失点自責1っていうね、中で西武はね初回2アウトからペイトンがねライトホームラングッバッティングね、その後牧野、ライト前ヒットでライト岡がね中途半端に突っ込んできて後逸っていうね、しかも全然ノーバン無理なのになぜ突っ込んできたっていうバッとでランナーセカンドまで行ってで、ワールドピッチバッと菊池、これはね田村止められないよ、あんな手前でワンパイしてたら無理で、止めれたら奇跡でもあれなかなか難しいよ本当ね。で、ランナー二塁に行って外崎のねレフトへタイムリーツーベースなんだけども、ここねふわーんとフライ上がってサードとショートレフトの間ぐらいにでショートトムスギね、落下点入れずエラー、結果エラーじゃないけどね記録はツーベースバッと、もう本拠地だからね、新人でももうここまでやってきてんだから、で1失点ね、でいきなりね2失点になっておい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 何個ミスしてんねやっていうね中でね1回裏ね、先頭トムスギフォアボールロッテね、で角中がね、ピッチャーゴロ、マンブリセーフティーみたいになって、でピッチャーね平慌ててファースト投げて悪送球ね、でノーアウト2、3塁からブロスを三振するけども、ポランコのねセカンドゴロの間に行ってあげて、おおおこれまだねチャンスあるね、このミスでってミスミスミスしながら相手もミスして1点取ってこれチャンスあるねっていうところで2回の裏ね、ワンアウト2、3塁から藤原のねショートゴロの間に行ってあげて同点、まあここら辺はねもう西武も行ってあげていいよって言って後ろ守ってて、ね、無理してないっていうところがね、まあこれ1失点で収まったっていうところはね非常に大きかったかなと。西武先発平ね8回106球5安打7三振2四球2失点っていうね、まあ自身のエラーもあるからね非常に痛かったっていうのもあるけども、このねこの3回表ね西武ワンアウトからマキノンフォアボールでその先ライトへのヒットっていうねところで、でワンアウト一塁から栗山のねセコンドゴロ4-6-3ダブルプレーかと思いきやショート友杉をファーストへ悪送球ね、でその後2アウト2塁から佐藤がねライトへタイムリーヒットっていうところで、ここもこのねダブルプレーで終わってたのよ、終わってたのにそのミスによって2失点動いたよね。で5回菊池から東に変わってピッチャーがね先頭外崎フォアボールで栗山がねライトスタンドでツーランホームラン、栗山くんまだまだ元気、おかわりくん栗山まだまだ元気ね、でこれで、6対2、まあ、これでちょっと勝負あったかなっていうねところはあるけども、で7回表もね、先頭栗山フォアボールで、佐藤の打席ね高野ねセカンドへ悪送球、いや全然タイミングセーフだったよ、ほんとバントね全然タイミングセーフで、その後ね長谷川のサードゴロ、2アウトっていうところもあるけども、この長谷川のねサードゴロ 5-4-3 ダブルプレーね、どんだけゆっくり丁寧にやってんやっていうね、そんなに丁寧にやってたらそれファーストセーフになるよっていうね、ミスしないのも大事だけどミスしたくないからってそんなゆっくりやってちゃダメっていうね。でその後ね2アウト1、3塁からね高野がワイルドピッチで、昼間のね、タイムリーヒットっていうところでもう8対2ね、ボロ負け、こんだけミスしたらそれは負けるよっていうね試合展開でしたね。続いて12日、3対2でロッテのサヨナラ勝ちというところで、ロッテ先発メルセデス6回88球3安打3三振1四球無失点と完璧なピッチング、グッピッチ、ね、でも勝てず、ね、で西武先発松本8回115球5安打4、6三振2四球 1デッドボール1失点グッ、こちらの完璧なピッチング、しかし勝てず、ね、まあ、西武はね前日ロッテと同じミスで失点というところで2回の裏ね、2アウトから中村がライトレフト前ヒットで2アウト1塁から安田のねあのショートとサードとレフトの間ぐらいのフライをまた源田が前日の友杉と同じように落下点に入れず落とすバッとで、ファーストランナー中村がホームに帰ってくるんだけども、
ここでね、レフトのペイトンがホームに投げるんだけど、これちゃんと投げてたらひょっとしたらアウトちゃうかっていうワンチャンねっていうところを、中村に当たってね悪送球になるっていうね、まあ、これはペイトンはまあ仕方ないでしょうっていうね。で、1対0でずっと行くんだけども、7回ね、なんとワンアウト1塁からおかわり君中村拓也ホームランレフト栗山中村頑張るっていうね。でこれ2対1逆転して、いやこのまま西武これ勝ったなっていうね、ところで、9回の裏ね、ピッチャー松本から増田に代わって先頭中村がライト前ヒット。見ててね、これ中村が打った瞬間にこれ再同点は確実にあるなと、さよならワンチャンあるんちゃうかと思ったところでね、安田のライトフライワンアウト、あれこれないのかなと思いきやね、次代打岡がねセンターへのツーベース、ここでねセンター長谷がねダイビング惜しかったね、ねもしワンチャンねアウトだったらっていうところもあったけどね、でここ取れずワンアウト2、3塁になって佐藤がセンター前同点タイムリーで、ワンアウト2、3塁から荻野のねセンターへの犠牲フライでさよならっていうね、ところになりましたけどもね、まあ、ここでね、9回投げた澤田ね、ロッテ1563日ぶり白星ね、トミー・ジョンから育成になって復活、ロッテへ来てねグッと頑張ったね、よくナイスショーというところでね一勝を挙げるっていうところになりましたけど、で最後ね西武の松井監督からリクエストね、三塁ランナーの岡のね、タッチアップタイミングが早いんじゃないのかっていうところでね、リクエストありましたけどもね、審判がね該当する映像がなかったので、リクエストありましたけど判断できず審判の判定通りセーフとしますっていうね、ところではまあ仕方ないね、これはね、これまでもいっぱいあったけどもね、日本はね映像放送と一緒の映像を見てね審判が判断するからね、メジャーは 2,30 億円かけて、まあ、全球場にね、だからもしやるとしたらもう全球場に360度カメラつけるしかないんだよね。でつけてこのね広範囲でもタッチアップもどうかっていうところをね判断っていうところになるけども、まあ、サードの審判見てたわけでしょ。だからまあここもよっぽどじゃない限りねタッチアップってね判定覆らないと思う。体の動き出しじゃないからね、体の動き出しから足離れるところだから、体の動き出しはね取る前にスタートするわけよ。スタートするけども足はついてて取った瞬間に足離すからね、これ高等技術だからね、取った瞬間から動き出すんじゃないから、だからねこう取る前に動き出すだけ動くと早いように見えたりもするんだよね。あそこら辺はもう審判見てるからねするしかないのと、あとはもう日本もねアメリカみたいにチャレンジするんだったら、まあ、2,30 億円かけてねやらなきゃいけないけど、そんなお金どこが出すんやっていう問題あるのと、地方球場が同じようにできないから地方球場での開催なくなるねっていうところもあるからね。メジャーまあねロンドンとかでやったりするけど地方球場ほぼないからね、そういったところの問題あるから、まあこれはもうお互い様だね、仕方ないっていうところもあるからね、まあこれはこれで審判がね映像なかったんでって正直に言ったところはね非常に良かったと思います。はい、続いて13日3対2でロッテっていうところで、ロッテはね着実に 2,3,4 回と1点ずつね1本出てねいい形でね点を取っていくっていうところは非常に良かったんじゃないでしょうか。まあ、2回ねワンアウトから中村ツーベース、安田がねワンアウト2塁からタイムリーヒットで1点先制して、で3回にもね、ツーアウト3塁から、田村がねワイルドピッチコート、あれはキャッチャー取れないよ、もうゴールポストの上行ってるぐらいのやつだからね、で1点で4回裏ね、ツーアウト1塁から藤原がね盗塁成功して、荻野がねツーアウト2塁になってセンターへのタイムリースリーベースっていうところで着実にね1点ずつ取って非常にね、効率よくね点取ったっていうところでもチームにリズムが与えてねいい感じになったんじゃないでしょうか。で、ロッテ先発ね小島6回106球5安打8三振1四球無失点とね、まあ、自分の役割は最低限ね投げれた。吉井監督のね監督インタビューはね小島にはかなりいつも厳しいからねあれでしたけど、でも2ヶ月半ぶりの勝利だからね、まあ、何はともに勝てたっていうところはね非常にグッピッチ良かったんじゃないでしょうか。で西武はね、先発青山から田村、某高橋、豆田、平井、佐藤とね、まあ、リリーフデーっていうところになりましたけどもね、まあ、このね田村の悪送球っていうところの1点がねちょっともったいなかったかなっていうところはあるけどもね、で終盤ね8回、ピッチャーねペルドモに代わって昼間がツーベースで源田がレフト前ヒットでノーアウト1、3塁からペントを三振するけども牧野のところにねワイルドピッチが起きて1点っていうね、ここ佐藤ね逆球になって難しいけどやっぱあれは反応しなきゃっていうところはねあるね。で9回ね、代打栗山が、レフトスタンドでホームラン、栗山中村栗山とねベテラン勢がこの3連戦ホームランで頑張ったなっていうところはあるけども、ちょっと増田最終回で、ね、ちょっとバタつくね最近ね。でしかもその後もねフォアボールヒットとねツーアウト1塁ね、同点もしくはさ、ね、逆転のチャンスで源田が最後三振してね、まあ、ロッテの逃げ切りっていうところはありますけども、まあ、西武としてはね終盤追い上げるけどもね、この4回5回
4回ね、源田ライト前、ペイトンライト前っていうところでノーアウト石井のチャンス来るけども、マキノン三振、殿崎フォアボールで、ワンアウト満塁から中村三振、平野のファーストゴールで1点取れず、で5回古賀長谷川でね、連続ヒット、ノーアウト1・2塁のチャンス作るけども、下位打線から上位へっていうところで、で蛭間三振、源田三振、ペイトンセンターフライとね、この4回、5回にノーアウト1・2塁のチャンスを作りながら、ここで1点も取れなかった、作戦もほぼほぼなかったっていうところではね、この終盤せっかく追い上げたんだけどもね、この4回、5回がね、お互い両チームにとってキーポイントになったんじゃないでしょうか。結果はね、2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。続いて巨人対 DeNA、 11日2対4で DeNA、 12日5対1で巨人、そして13日8対1で巨人、巨人の2勝1敗で勝ち越しっていうところでね、まあ、3位4位争いで巨人ここね勝ち越したのは非常に大きかったんじゃないでしょうかっていうところでね、まあ、11日2対4で DeNA の勝ちっていうところで、まあ、先制をね DeNA がしたんだけどもね、12、13で連敗して負け越したっていうところで DeNA としては痛かったなっていうね。で DeNA はね、先発東8回89球7安打5三振1四球2失点と、で巨人先発横川ね、8回114球3安打3三振1球1失点と、両先発グッピッチ、非常にいいピッチングだったんだけども、この試合のテーマはこちらです。クリーンナップの活躍の差が点差です。はい、ということでね、巨人は5回裏にね、ワンアウト満塁から長野の犠牲フライで1点先制したけども、7回の表に、ワンアウト2塁からね、 DeNA は外のタイムリーヒットで1対1で、8回の裏長野のね、レフトスタンドホームラン、長野夏男ゲッてね、で2対1でね、まあ、このまま勝ち切るかと思いきやね、9回の表ワンアウトからね、宮崎センター前ヒットで、牧がねレフトスタンドでツーランホームランで、外アウトになるけども、太田がレフトスタンドでツーランホームラン、ピッチャーね今の守護神中川に変わったというところで4対2ね、 DeNA の逆転勝利っていうね、ところになったけども、 DeNA はね、まあ、7回外が打つんだけども、この5回ね、ワンアウトから秋色のねファーストゴロ、外がファンブルしてからの浅野、横側がね、連続ヒット、まあ、浅川がね絶妙のセーフ、横側がね絶妙のセーフティーになるけども、で長野の犠牲フライっていうところで、この外のねエラーから1失点してるところを、7回にねしっかり外がタイムリーヒットを打って、ごめんねごめんねって言って、この取り返したっていうところはね、外グッバッティね。この DeNA の攻撃ね、この7回5番外がね、4番牧がツーベースで、5番外がタイムリーヒットっていうところでクリーンナップでいって、で9回にもワンアウトから3番宮崎センター前、4番牧がツーランホームランっていうところで、まあ、4点のうち3点をね、これクリーンナップが得点してるんだよね。でその中ジャイアンツ、初回ワンアウト2塁から3番坂本センターフライ、4番岡本が、センターフライと、得点できず、で4回3番坂本がツーベースで、ワンアウト2塁から岡本サードゴロ、大城がショートフライで得点できず、で6回ねで、ワンアウトから岡本がセンター前ヒットを打つけども、ワンアウト1塁から大城がダブルプレーね、で8回、長野のホームランの後、吉川が内野安打で、坂本三振の時に吉川盗塁で、ツーアウト2塁から岡本敬遠されて、ツーアウト1・3塁から大城のサードファールフライとね、これクリーンナップで得点できなかったっていうところがね、逆に DeNA はクリーンナップで得点したっていうね、まあ、今日この試合だけでいうとクリーンナップの活躍の差が点差に表れた試合だったかな、ね。まあ、両投手ね非常に素晴らしかった中でね、最後の9回っていうところでね、まあ、ジャイアンツは大勢がいない、中川大勢いたら最強だったね、そう考えるとね。12日5対1で巨人というところで、巨人先発山崎伊織ね、7回3分の2、111球、3安打7三振、無四球1失点と完璧、グッピッチ、まあ、前回は悪かったけどね、そういったところをしっかり修正したっていうところでね、非常に良かった、まあ、悪かったっていうか、それは打たれる時もあるよ ね、全部がずっと押されてた神様だからね。 DeNA 先発平ね、5回70球、4安打3三振、1球3失点、まあ、5回のみね、踏ん張ったけどもね、ここ5回のみっていうところではね、まあ、痛い敗戦に、なったかなっていうね中で、巨人はね、0対0、4回までね、0対0、両ピッチャーね、頑張った時に、で、5回裏ね、巨人、先頭秋広レフト前ヒット、長野フォアボール。これ、長野のフォアボール痛かったね、平良ね。で、大城が見事に送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁からブリンソンがね、レフトへ、タイムリーツーベースっていうね。いや、これね、大城のね、送りバント、ノーアウト1塁ね。で、ここもね、ファーストね、外に取らせるように、外のチャージも遅いし、外に取らせとけばね、ファーストに取らせとけば、まあ、スタンダードでね、セオリーでいけば1、2塁はね、サード側にやるんだけども、外のね、ダッシュが遅いんで、外に取らせとけばサードに投げないやろっていうところでね、しっかり大城もね、1塁側にしてね、外に取らせたっていうところで、非常にね、グッパッとなったと思います。で、その後ね、ブリンソンのレフトに2点タイムリーツーベース。で、山崎アウトになるけども、梶谷のね、センター前で、セカンドランナーね、ブリンソン、ナイススタートとホームへのヘッドスライディング、グッと。やればできる。ね、身体能力も高いんやからね。
あのちゃんと集中してやればめちゃくちゃいい選手なんだけどね、そこら辺頑張っていこう、気持ちのムラなくっていうね。7回 DeNA はね、牧のホームランで1点取るけども、8回裏にね、坂本のツーランホームランでしっかりね引き離して5対1っていうところで、ジャイアンツがね、山崎伊織がしっかり投げて打線がね打つっていうところでは完璧な試合展開で、送りバントも きっちり決めてね、ブリンソンの、一生懸命な働きは素晴らしかったと思います。で13日ね、8対1で巨人というところで、まあ、この試合はね、もう巨人初回猛攻の6得点、これで全てだったかなっていうね。あの長野がスリーベース、このスリーベースもね、太田ちょっと中途半端に突っ込んできすぎちゃったよね。で、吉川のねセカンドゴロの間に行って、もうここは内野ね後ろ下がってたからね。でここで1点止まりじゃなくて、坂本、岡本、秋広3者連続ヒットでワンアウト満塁から、ブリンソンがレフトスタンドで満塁ホームラン、グッズ一生懸命やったらできる。これもうちょこちょこ原さん勝つ入れといた方がいいで、そしたらもうすごい活躍するかもしれない。めちゃくちゃいい選手本当ね。でこれで一気に6点取って、で、巨人先発ね、メンデス6回98球2安打8三振1球1失点と、これ、ね、逆対角線のね制球力がいいから、困ったらインコース投げなくてもいいっていうところでね、大怪我しにくいし、そこしっかり制球できるっていうところが非常にね良、かったんじゃないでしょうか。23イニングね無失点、まあ、4回ね1点取られたんでそこで終わっちゃったけども、23イニング無失点、グッピッチね。で、DeNA 先発にしたね、1回3分の2 47球11安打2三振1球1デッドボール6失点、まあ、初回が全てだったかなと。でジャイアンツはね、7回にも大手勝ちなのがライトでタイムリーツーベースで、8回にもね岡本がレフトスタンドでホームランというところでね、しっかり出撃って、いい戦いをね、このまあねちょっと11日はねジャイアンツはバタバタしたけども、まあ、12日13日のねしっかりジャイアンツらしい戦いでね完璧に勝ち切ったっていうところは非常に良かったんじゃないでしょうか。結果ね2勝1敗でジャイアンツの勝ち越しでした。続いて、中日対広島、12日3対3の引き分け、12日3対2で中日、そして13日2対1で中日、中日の2勝1分けで勝ち越し、広島ここで連敗は痛い、ね。まあ、その中で11日、ね、3対3で引き分けっていうところで、中日はね、初回、宇佐美のセンター前タイムリーヒットで、石川の犠牲フライ2点先制していい形で、広島はね、3回表、坂倉ヒットで、堂林レフトツーベースで、野村フォアボール、ここでねノーアウト満塁から菊池がダブルプレーで、このダブルプレー崩れ1点のみっていうところでね、ここで 2,3 点取れてればっていうところね、ちょっとキーポイントだったかなっていうね。でその後ね、4回の裏に細川のレフトスタンドホームラングッパってね、でここでね引き渡しながら、3対2で、その中で、7回表ねピッチャー勝野、先頭上本フォアボールで、デビッドソンレフト前ヒットで、ノーアウト1塁から坂倉がね、ライトフライを打ってセカンドランナーがタッチアップで、ワンアウト一三塁になって、堂林の時に一塁ランの大森盗塁試みるもセカンドタッチアウト、バーッ、ここ絶対アウトになっちゃダメなところでも、その中でねキャッチャー宇佐美スライダーね低め結構難しい体勢だったけども、そこからねここしかないっていうところのね完璧なスロー、グッスローナイス、あれは素晴らしい、あのスローイングはね。でその後ね、おいおいおい、これもう攻撃終わっちゃったじゃんと思ったところ、堂林がレフトスタンドツーランホームラン、グッバッティ、これ全員助けたね。でここで同点になって、まあ、その後ね引き分けになるんだけども、10回裏ね2アウト1、2塁、2アウト2塁から3番宇佐美敬遠して、4番の石川勝負ね、でここで石川がキャッチャーファールフライ、この石川で悔しさバネに行かなきゃってこの試合終わったら思ったらね、結局13日ホームラン打ってね、同点クッて、ね、あとあと言うけども、この悔しさをバネにね、3番敬遠して4番勝負って、もうねメンタル引き下がれるぐらいのね屈辱だからね。で広島はね、12回ね2アウトから、松山、坂倉、堂林、フォアボールっていうところで2アウト満塁になってね、ピッチャーが田島から岡田に代わって一発で勝ち越しっていうところでね、三振、岡野グッピッチ、最後のフォークストライクからストライクへ、素晴らしかったね。ここで野間一本っていうところもあるけどもね。で12回裏ねサヨナラどうかっていうところでワンアウトからね、川越がライト前ヒットで、ここでね増田が悪送球でワンアウト二塁になるんだけども、岡林がねピッチャーゴロ打った時にピッチャー増田がね、取って二三塁間に挟んでね、1-5-4菊池ナイスタッチタッチアウトするんだけども、バッターランナー岡林ね打った瞬間あーっていう思いでね、もう全力で走ってないのよ。あれ最初から全力で走ってたらセカンドに行けてた可能性も十分あった中で、最初もうファーストベースまでもうゆっくり行ってる、あー気持ちはわかるけどもね。でもあれはもうあそこも打った瞬間に次のねサヨナラに向けて全力疾走でセカンド行かなきゃいけないところ、ああいう走塁はねせっかく今ね大活躍してるところでね、あの野球選手としての質を落とすからね、ああいうところをちゃんとやっていかなきゃいけないね。だからあえてバッとね、
もったいないからね、素晴らしい選手なだけに、ああいうところもちゃんとやっていくと隙もなく、さすがやな、野球の高いなっていうところをね見せれるところで、あのセカンドね、いけるかどうかはその後分かんなかったけどもね、最初から全力で走ってたかっていうところで映像を見る限り、やっぱり全力で走ってないからね、ああみたいなねところでは正直ね、バットだね。でもその後ね、セカンドに生かさないようにね、1-5-4タッチアウトしたね、この菊池のタッチね、非常に良かったと思いますね。まあ、結果はね、両リリーフがね非常に頑張って、野村の後ね、大道ターリー、島内、栗林、矢崎、中崎、増田で、松葉の後も斉藤、勝野、松山、マルティネス、清水、藤島、田島、岡野ね、失点したピッチャーもいたけどもね、非常にね、リリーフ踏ん張ったかなと思います。で12日ね、3対2で中日っていうところで、広島ね、西川も帰ってきて、森下もやっと復帰したっていうところで、秋山がね、ひらめきに損傷、ふくらはぎね、これちょっと長引くよ、まあ、軽傷って新井監督言ってたけどね、ふくらはぎ、ハムは多少無理できるけどね、ふくらはぎは無理できない、これかなり痛いね。でそんな中ね、復帰してきた森下ね、7月29日以来、まあ、豆ができてね、中空いたっていうところもあるけども、7回117球6安打4三振5四球3失点初回いきなり3失点ね、これがきつかったね、正直ね、まあそれだけだったっていうところもあるけどもね。で中日先発高橋ね、7回105球2安打5三振1四球無失点、非常にねグピッチね。初回、岡林ライト前、大島センターにツーベース、ノーアウト2、3塁から細川がタイムリーツーベース、石川が昨日敬遠してんじゃねえよっていうね、センター前ヒットで、ノーアウト1、3塁から宇佐美のねタイムリーヒットっていうところで5者連続ヒットね。でここで高橋463ダブルベ、ここでねもうトトトーンっていったけどね、もっと圧勝だったけどね、ここでねしっかり3失点取れたっていうところは非常にね、中日打線連打グッバッティング。しかしここ森下痛かったね、まあ、その後ね広島は8回にね小園がバックスクリーンへツーランホームラン放つけどもね、3安打だからね、チームだから正直ね全く打つってなかったね。非常にドラゴンズとしてはね、先制して先発の高橋がしっかり投げ切るね。で、その後ね清水は2点取られちゃうけども、斉藤マルチェスがねしっかり投げ切ったっていうところでは非常に逃げ切りね、グッゲームだったと思います。はい、そして13日ね、2対1で中日ね、サヨナラ勝ちっていうね、ところになりますけども、中日先発柳ね、9回121球ノーヒット、5K 2つのフォアボール、1デッドボール無失点、ノーノーミスイ、グッピッチ。去年大野もあったよね、あれ完全試合ミスイだったかなね。で広島先発遠藤ね、7回87球、4安打3三振1球無失点、非常にこちらもねグッピッチね。で中日はね岡林が24試合連続ヒットね、グッド、ね、で大島がね2000本安打まであと8本、打線好調だねドラゴンズも本当ね。で広島はね唯一チャンスはエラーとデッドボールで迎えた初回、もうこれのみ、小園のね先頭リュークが悪送球、野間がピッチャーゴロで、ワンアウト2塁から上本デッドボールで、ワンアウト1塁からね4番西川4-6-3ダブルプレー、ここだけが唯一のチャンスだった、ここ1点取ってればっていうねところだったけどもね。で、広島はね10回なんと2アウトからね、堂林がマルチネスからホームラン、この1点で勝ったかなと思ったけども、中日はね10回裏、ピッチャーね矢崎に代わって先頭石川がねレフトスタンドでホームラン、敬遠してんじゃないよホームランで、その後宇佐美になってね、こちらは打ちますよってライトスタンドでツーランホームラン、あっちゃソロホームラン、サヨナラホームランっていうね、10回表にホームラン打たれて1点取られて、その裏に先頭から2者連続ソロホームランでサヨナラって、こんな試合歴史上あんのかな、かなりエグかったね、見たことないけどねこんな試合、しかも広島その1本だけだからねホームラン、それで勝ったら逆に すごかったけどね、1本のホームランのみで勝ちましたみたいなね。まあでも結果はね中日としては最高のね試合だったんじゃないでしょうか、2勝1敗でね勝ち、あ2勝1分けで勝ち越し、広島としてはねこれはかなり痛い敗戦に、ね、なりましたね。続いて阪神対ヤクルト、11日2対1で阪神、12日4対3で阪神、13日5対3で阪神、阪神3連勝っていうかもうどこまで連勝するんや、ヤクルト広島に連勝してきてここで3連敗、ミラクル A クラス入りチャンスに向けてこの3連敗はかなり痛いっていうね、ところで11日ね2対1で阪神ね、阪神先発村上ね7回109球3安打8三振3四球1失点っていうね、まあ、塩見に1本ね打たれたけどほぼピンチらしいっていうところでね非常に踏ん張って、ね、いいピッチングだったと思います。でヤクルト先発高橋奎二ね5回114球8安打7三振3四球1失点、ピンチの連続もねこれ1失点でねよく粘ったっていうところはあるけどもね、まあ、この試合ね先制はね阪神っていうところで先頭ね近本フォアボールで中野が送りバントを決めて森下アウトになるけども大山がねライトにタイムリーヒットで先制、
でその中でね、4回塩見がね、先頭で左中間の同点ホームランというところで同点に追いつくもね、ここね阪神ね 2,3,4,5 ねこうチャンス1本出ればもっと試合楽だったのよ、2回ワンアウト2塁からね近本アウト、ね、中野がフォアボールになるけど も森下が三振とチャンス行かせず、で3回裏も、2アウト1塁で木浪がファースト内野安打だけどもねその後村上っていうねところになったんでね、ここだから、ね、パンパンってもう1個前でね打ってればっていうところがあるけどもね、で4回2アウト1塁からノイジがね三振っていうね、で5回2アウト2塁からねまたここもね村上に回っちゃったっていうね、これ木浪の状態がいいだけにね、でもこの村上に回るからこの得点できなかったも次1番近本から始まるっていうね最高のこの流れを作り出してる8番木浪っていうところはね非常に木浪グッズ存在グッ、ね、というところもあるけどもね、まあここをねこうなんかチャンスもあるけども得点しきれないっていうところでねヤクルトにね一気に流れいくかなっていうところもあったけどね、その雰囲気をね許さずね村上のピッチングっていうところも非常に良かったし、ヤクルトとしてはねもう7回ビッグチャンスね、あの村上センター前サンタのフォアボール、青木アウトになるけども中村フォアボールでワンアウト満塁代打川端ね 5-4-3 ダブルプレー、ここでもう勝ち越しとけばねね、これ大きくねヤクルトの勝ちはあったけどね、ここで踏ん張ったっていうところもね村上非常にねグッピッチだったと思いますね。でその中でね8回裏ワンアウトから、木浪レフト前で代打糸原がね、センターで勝ち越しタイムリーツーベースっていうところでね、勝ち越してグッとで8回表もねピンチになるけども4人の継投っていうところでね、島本で岡留及川で馬場っていうね、でも岡留と及川はフォアボールフォアボールだからね4人継投する必要もなかったけどね、ここしっかりっていうところもあるけどもね、これやっぱ木浪が出るからねピッチャーのところ でそこ全部止まってたけども終盤思い切ってねもう代打出せるっていうところでね糸原1点の糸原のねタイムリーガッとナイスバッティ木浪最高、はい、12日、4対3でね、阪神の勝利っていうところでもう負けない阪神っていうね、中で阪神ね先発ね青柳5回94球5安打3三振2四球1デッドボール3失点、ヤクルト先発最初にと5回104球4安打4三振2四球2失点というところでね、まあ、両投手ね最低限の試合を作るっていうところのね、ピッチングをしたけども阪神はね、初回またもね近本フォアボールで近本の時に盗塁中野がライト前ヒットでノーアウト1・3塁からね大山の内野ゴロの一貫に1点挙げてその後もねノイジがタイムリーヒットで2点先制っていうね、いきなり初回からね点取っていくっていうところがねもう阪神のこの強さもあるけども、その代わりねヤクルトはね2回表、サイスニードのところ押し出しフォアボールで4回長岡の時にね青柳悪送球これも取られへんで背中の後ろ通ってるからキャッチャーで5回ね、宮本の犠牲フライで1点っていうところで勝ち越しで3対2になるけども6回裏ね坂本のワンアウト1・3塁からねセーフティースクイズこのまた作戦もハマるからね、でもやっぱりねキーマンはねノイジーと俺はねサトテルだと思うんだよね、そういったところでもねこのノイジーとサトテルがフォアボールとかねヒットとかいい感じでね絡んできてるっていうところは大きいですね。で10回ね表ヤクルトはねワンアウト満塁から代打ね山田ワンアウトから宮本センター前村上塩見フォアボールでねワンアウト満塁、代打山田ねでここで岩崎ね3球連続三振でその後の中村も三振岩崎グッピッチこの村上塩見を連続でフォアボール出したとは思えないような投球でねこの山田を3球連続三振はね非常に素晴らしいピッチングだったと思います。でこのまま引き分けかなと思ったらね、12回裏ね、ピッチャー守護神田口が出てきて先頭中野がねツーベース森下フォアボールで大山がねライト前ヒットでノーアウト満塁になってサトテルがねしっかり犠牲フライでさようならって強いね。で、13日、5対3で阪神っていうところでもう今の阪神はねもうねミスしたら終わりそこ一気にねつけ込まれちゃうよっていうところでねヤクルトはねこの試合2回にね、ワンアウト2・3塁からに北村のねライト犠牲フライで先制するもね、3回裏ね、近本デッドボール中野ファーストゴールでアウトになるけども森下フォアボールあ森下レフト前ヒットでワンアウト1・2塁から大山の、ね、3塁ゴロね、3塁線ね村上よく取ったけどもねそこからねワンバウンドが悪送球になってだからはっきりワンバウンド投げなかったね。でここでワンアウト満塁になって小野寺ライトへタイムリーヒットっていうところでもう起用もバンバン当たる出したら活躍岡田采配やったことすべて実るっていうね。でここで、2点先制でここで2点で終わらないで里出のセンター前でつないで梅野がしっかり犠牲フライでね3点目取るっていう卒内ね。で4回裏もねピッチャー伊藤がセンター前ヒットで近本がね連続ヒットでノーアウト1塁から中野がねレフトへタイムリーヒットっていうところで追加点で5回表に、山田哲人のレフトへのツーランホームランこれが10年連続ね2桁ホームランやっぱだグッバッティ
で1点差に追い上げるも7回裏ねワンアウト1、3塁から坂本のセンター前タイムリーヒット、ここもね途中セーフティースクイズしたりファールになったりしながらバタバタしたけどもね結局ヒッティングに変えてねセンタータイムリーヒット打つっていうね坂本君っていうね。でこの試合ね梅野がねあのデッドボールでねちょっと尺骨骨折、俺も尺骨形状突起っていうところをね骨折したんだよね、ここなんだよ、だから俺手術2回してんだよね、ここを骨折してねワイヤーで止めてっていうね、手術したんだけども1年目と2年目の時にね1年目骨折してで2年目あんまりねあの思わしくなくてもう1回手術したんだけどもね、こう俺は尺骨形状突起っていうところなんだけど尺骨ってここなんだよね、だからここどこら辺が骨折してるかにもよるけどもねこれはきついね、俺もほぼほぼダメだったからね今年復帰岡田監督も無理やって言ってるから正直痛いかなっていうところもあるけども、それに変わった坂本がね7回打ったっていうところでは非常にね阪神にとっては大きなね、勝利になったんじゃないでしょうか。結局ね阪神の3連勝っていうところでこれね阪神優勝しちゃうよ本当、今8ゲーム差でしょ、8ゲーム差であと39試合でしょ、これもう優勝だね阪神、よっぽどのことがない限り10連敗ぐらいしない限りもう優勝じゃない、広島が今連敗きついよね、あれしちゃうな阪神、もうほぼ 80% 優勝だな阪神の、これはよっぽどのことがない限りね。対戦成績どうなん、阪神広島が15試合もしてんだん、全部で23試合、25試合か全部で25試合ということはあと10試合あんのか、全勝だな広島も、あと残り試合阪神と多分10試合だと思うんだけど全勝するぐらいの勢いでいかないと厳しい、いやーほぼ優勝やなこれ阪神の、あれ来ちゃうね多分もうほぼ優勝、強すぎる今手立てない何かの。パリーグオリックス 5.5 ゲーム差、残り42試合、まあこっちちょっと残ってんだ、だからまああと5割でいたら優勝だねオリックスも、いやー硬いなー、まあでも阪神の方がもうほぼ硬そうやけど広島はもう直接対決だとね全勝するぐらいの勢いでいくしかないね、いやほぼ阪神優勝かね。次のカードが松田で広島阪神3連戦、でもちょっと台風が来てるからね皆さんね、全国の皆さんちょっと台風来てるからねいろんな高波もありますしね、天気予報を見てね注意してくださいね、だこれ松田中心になりそうな気がするな。広島が阪神巨人、これも最低5勝1敗のペースでいかなきゃいけないね、で阪神広島 DeNA、 ここも5分だったらもう超御の字楽勝だねっていうようなね試合展開になりますね。パリーグは日本ハム対ロッテ、だここはもうロッテ落とせないね、しっかり今最下位日本ハム勝ちかなきゃいけないし、オリックスはソフトバンクはここでオリックスだけどまた山本来るよっていうねところで、ここしっかり勝ちきれるかどうかがポイントだし、西武対楽天これ負けた方がもう脱落みたいなね感じになっちゃうね。さあということで最後にね、ベストライン発表していきましょうね。まずはパリーグから、ピッチャー西武隅田、初完投初完封グッズ、キャッチャー日本ハムマリネス、バッティングは最高、ピッチダウトのキャッチングはもうちょっと丁寧に、ファースト西武マキヨン元エンゼルス、セカンドソフトバンク三森、ソフトバンク学習なるか、サードロッテブロッソやれるのか、ショート西武源田坂道を駆け上がろう、レフト楽天阿部、週間打率6割4分7厘はえぐい、センターオリックス中川、 PL アルプススタンドの文字また見たい、ライトソフトバンク柳田、球場ベースで言うと本拠地ペイペイが一番打ってない唯一の2割台、2割7分です。 DH ソフトバンク近藤、こちら30打席以上で本拠地ペイペイが一番打ってます、3割4分2厘。リリーフロッテ澤田、復活おめでとう。セリーグいきます、ピッチャー中日柳、能動未遂グッピッチ、キャッチャー中日宇佐美、サヨナラ弾、ファースト阪神大山、茨城県出身です、セカンド阪神中野、山形県出身です、サードヤクルト村上10安打、ショート阪神木浪、青森県出身です、レフト中日大島、2000本までもう少し、センターヤクルト塩見、帝京大魂、ライトヤクルトサンタナ、シャーロットアヌリー高校、
リリーフ阪神岩崎笑わない守護神5ページ、はい、さあということで月曜日のね総チェックおしまいです。ということで今後どうなるのか、このね明日からの広島阪神戦かなり重要、広島はもう全勝必須です。はい、でも台風気をつけてねやっていきましょう。ということでね、今週もプロ野球総チェック、皆さん終盤になってきますからね、優勝争い、プレーオフ争いね、どうなるのかね、皆さん楽しんでいきましょう。それでは